パチンコ必勝坊の琵琶湖でございます。今回ですね、ハネデジ第2週目ということで、前回からハネデジを出せていただいて、今回で2回目となります。で、全部で、3部作なので、次回で終了させていただくんですけども、なんでハネデジか、次回に、ネタをばらしたいと思います。なんで3部構成か、その辺をね、じっくり次回お届けしようと思うんですけども、さあ、そんなわけで今回の、実践機種なんですが、CR 高田組ライブインホール。まあね、浜崎さんこの間打たせていただいたんでね、そのちょい前のヒットした高田組さんのライブを打たせていただいてね、みんなで懐かしんでいただけたらなと思いますので、今回もごゆるり視聴してください。それでは行ってきます。3回連続でお送りするハネデジスペシャル第2回目は CRA フィーバー高田組 YFT。 大当たり確率は 97.8 分の1、各辺土地入率は 54%、 大当たり割合はへそと電柱で共通となっております。ゲームフローです。大当たりに当選すると、赤字柄なら各辺モードへ、青字柄なら時短30回のチャンスタイムへ移行します。また図柄消灯もしくはロングリーチ後に各辺のライブモードへ移行することもあります。さて、今回のプレゼント条件はこちら。出玉あり大当たり1回につき1名様、ハネデジでも同じ条件。そして今回は時間制限あり、3時間で視聴者様プレゼントをゲットしろ。初代なんでね、初代大好きなんですよ。うわー、超懐かしい。これもう先読み系がまあないので、なんてかないので、久々の高田組を懐かしんでいますが、衝撃の事実がこの後発覚。これはヒットしましたよね、確かね。あれ、あかん、ボタン壊れてる。ボタンが効かないんですよ。なので、カード系とか会話系が演出見せれないと思いますが、ご了承ください。結構ね、ボタンとかレバーとかね、壊れやすいのでね、パチンコ台も生きていますので、優しく扱ってあげてください。名言出ました。3時間なんでね、大当たり何回いけるでしょうか。ユートナが調子良すぎたんで、まあ、あのまま勢いで行きたいなと思います。私が一番初めに打った羽で違う、確か笑うセールスマンだったような気がします。であれが90分の1かなだったんで、何でも当たるイメージがありましたね。その300、400に慣れてた時期だったんで、今じゃね、そんなことないんですよ。失礼、ほよほよ。あ、超混んでます。いいですよ。はい、カモンだ。あ、湯廃棄。熱い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 。これは当たったと思いました、さすがに。引き強いよ。長軍。夕飯系とか長軍出へんのかな。あかん、ボタン効かへんにゃ。あ、全部言うや。全部言うなってます。で、これ何やったっけな、チャンスアップが、写真立てと、写真立てと何やったっけ、この次ですよ。持ってない、
この後この後、あ、電話一番弱いんですよ。電話写真立てと、もう一個何やったっけ、待てた。いやでもこれ暑いよ、3やもん。しかもワンちゃん、
んちゃんで終わってしまうか。3連上等ですよ。ここでスタッフが素朴な疑問。いやもっと前です。何回言ったやろ。9人乗り打ちっていう企画をやってたんですけど、その時にこの機種を売ったので、それがもう5年は前ですね。5年前ぐらいだと思うんだよ。ファイナルアンサー、私5年でお願いします。3、4年、私は6年、6年でもいいよ。3、4年は絶対ない。何が出るかな、何が出るかな。さあ、なぜかスタッフと琵琶湖さんがクイズ対決。皆さんも考えてみてね。正解は4年前でした。そうだよ。それ2じゃないの。琵琶湖さんの負け。多分それ、そうか、4年なんや。まだもうだいぶ前かと思った。さて、雑談をしているうちに100回転。40分経過。3連チャンしたのに。あ、桜ビーチ。いやでもホテルやねんな。4か。いや危ない、これは危ない。チョーク出た。同色やった、同色のチョークやったあたりなんですよ。実写熱い。このバタフライの月が赤とか桜だったんですけど、チャンスアップがホゼロなんです。ホゼロやらかすんです。いやどうしよう、保留ためようか。大蛇がそのままやな。桜と長軍と実写結構揃ってるんですけど、ホゼロっていうこととギゼラなかったことを考えると、このままスーパー行ったら保留埋めた方がいいかもしれないです。でこれが回ったらちょっと見た方がいいかな。なさそうですね。4がケツなんでね、なくはないよ。でも ここ勝負どころ、ここよ。はい、ストップ。よし、当たった。ホゼロでやったよ。琵琶湖さん渾身のドヤ顔。飲まれずに済んだ。ジョグジョグ、ボタン押せだった。はい、よし。5です。昇格で各編ゲット。レンちゃんを目指したいところですが、通常図柄でテンパイ、これはやばい。あ、まんまだった。いや大丈夫大丈夫、いや大丈夫、マジ大丈夫。ジョグを回せになりましたこれ。あれ大丈夫大丈夫。あれ昇格ならず。マジで2からやったっけな。てかもうチャンスタイプになってるみたい。潜ることない。あーし、これこれこれが、結構、大学ピンク、熱いよ、熱い、あ、これ熱い、これ熱い、まだです、この、これは、シンボルのマークの一番強いパターンです。
あろくいよ。テンパります。テンパらなかったら実写の技術連が始まります。実写。ほらほらほら。キープアウトがまんまや。いや、全然ある。ロックは全然あるよ。引き戻し来るか。青ピンク赤やったかな。でレバーが大きかったらチャンスアップです。でかいでかいパル。まあまあこれは後半に行くんですけど、マレよしよしよし。ユーデユーデユーデお願いします。ユーデキューティーハニーからユーユージカレーユー。あーでもキューティーハニーでもあるある。ユーの下なんでキューティーハニーは。このリーチ中は、キャッシュアップは存在しないので、当たったっぽい。いや当たってる当たってる、マジで当たってる、絶対当たってる、マジで当たってる。6はい。あれ再始動はね、再始動当たれば確変な。999マルマルマル、よーし当たれば確変だが、確変になります。ありがとうございます。お見事、引き戻し。せだな。せっかくの引き戻しでしたが、次は通常図柄で大当たり。はい、ああ落ちた。ここで終わりか。7名様です。絶好調です。先ほどのように引き戻したいところですが、時短残りわずか。通常に転落。ここで残り時間は半分。あ、大和川か、大和川か。熱い、これ。取れました。5か。大丈夫かな。ほら。大和川がだいぶ熱いですよね。4行こう。夜どうかいな。もう一回もう一回6よし。クマが転がっていただけやな。超軍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 必須。あー超軍ない、危ない。実写実写赤か。あーでもこの超がまあまあまあ、あー厳しいかな。少し弱いかな。果たして。あーエフェクトは太いですね。でもチャンスアップです。外れて再始動かな、あるとしたら。こっからですよ。いけ、よし。で、B は？美和子さんハマらない。ドヤ顔3回目。ハマらないのはいいんですが、連チャンがなかなか伸びない。あかん。通常図柄。あキューティーハニーが。さあ再び初当たりを目指します。
あ、レインボー出た。あれ一番熱いやつや。ずれろ。1、1、1。あどうかね。青シンボル。あー赤文字。他が全部弱いからな。お願いします。まあこれはないか。そして残り1時間。差し入れでリフレッシュしていると当たれば核変濃厚の幽霊値が発生。これは熱い。抱き合う瞬間のこの子の瞬間がすっげえ好き、大好きって感じがしてますよ。はい、これは 100% 証拠です。あ、証拠回せだ。証拠回してんだけどな。回した不利です。2連チャン。次は通常図柄の天敗。昇格演出に望みをかけます。厳しいね。まあまあ、昇格せず。飲まれないけど増えもしないです。いいよ。あ、そして時短中は何も起こらず。実戦残り20分。もう一度初当たりが欲しい。長軍発生なのに琵琶湖さんなぜか無言。意味がわからない。でも8やからなくはないです。なくはない。そして激アツの有利値発展。あるある、全然ある。でもこれは確変フラグっぽくないので、このまま直当たりでお願いいたします。
はあ、おもろいわ。めっちゃおもろい。時短中に引き戻したいところ。あれ、電池まだ開いてるの。最後の最後で引き戻せるか。こちら。パクチョ。ああ。そしてここで3時間実践終了。結果です。開始2000円で初当たり。通常に落ちても116回転で再び初当たり4連チャン。最終的には合計13回大当たりで終了となりました。羽根デジ同好会第2回目が無事に終了いたしました。今回もね、あのコーダー組ライブインホールそこそこ当たりまして、そこそこ結果を残せたんですが、さあそんな感じ。投資が2000円、2000円でしょ。出玉が1626個、収支3000円です。あ、ちょっと戻しましたよね。で、大台が13回、前回の冬ソナと引き続き13回の大当たりをいただきました。そのわけで今回のキーワード、ボタンは優しくです。もうちょっと優しく台を扱っていただきたいなという意味を込めまして、ボタンを優しくでお願いいたします。そして収支が戻るまでいくらになったのかは、羽根デジスペシャル最終回に発表いたします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。